はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、こちらの電熱直気を紹介したいと思います。直気です。ね、バッテリー付属で4933円で、ね、5000円を切っています。どう？リーズナブルでしょ？ね、今回はここのね、首、こう V ネックっていうのを、こう V ネックって言ったらわかんないけど、これこう首なしのこの直気です。ね、首があると外側につけて着てると、まあ、結構表に行くとき便利なんだけど、中に隠して着る場合って首邪魔になるんだよね。だそういったこうインナーとして使いたい方、こういう直気タイプの方が、まあ、意外と便利ではないかなと思います。で、こういうね、電熱シリーズってバッテリーがついてないものって結構多いんです。安いのね。バッテリーが単品で買うと結構いいお値段するんだよね。で、セットになってこのお値段って結構実はね、ウルトラ安いんです。びっくりするほど、ね、はい。まあ、今回もね、ちょっといいものではないかなと思います。はい、今回は11箇所ね、この前と後ろに合計11枚のこの電熱をね、ついてます。肩、腹部、背中、腰、ポカポカ。今もね、寒いよ。上は14度で、今下の方がね、18度かな。ほらね。で、暖房も一切使ってないので、すっごい寒いです、今はーって感じでね。で、こだわりの4層構造ということで、まあ、これ4層でね、このフランネルの生地から発電シートがあって、そして中面があって、表の生地があってっていうね、まあ、こんな感じ、ね。まあ、ベストつけたら暖かくなるのは当たり前だよね、これね。まあ、かなり暖かくなるよっていうことです。それでね、この暖かい、ね、この電熱は前後独立してスイッチがついてます。そして暖かさは3段階で調整することができます。すごいでしょう、ね。で、高温が60度、中温が55度、低温が45度、ね、この3種類の温度を切り替えることができます。そして男女兼用です、ね、男のは関係ないです。で、こだわりが、ね、あるみたいで、はい、まずはね、一つ目は、てーん、はい、ボタン、使いやすいボタンね。これ今ひっくり返ってるけどもね、こうやって見た時に自分で分かるように、これ上下ひっくり返ってついてるのかな、ね、後ろと前ね、ベリーとバックって書いてあるんで、前と後ろ一目瞭然の電源スイッチね。はい、そしてファスナーで開閉、便利ですよ。それでバッテリーを収納するポケットがついている。そしてフリース素材であったかいよ、ね。まあ、このこだわりがあるそうです。はい、ちなみに羽のように軽い縫製に優れてますよ。ただ着ているだけでもあったかい、ね。そして電熱ヒーターが11枚入ってますよ。3秒で速乾、すぐに暖かい、ね。そして耐久性、撥水加工もバッチリ、ね、素晴らしいね。で、ゴムリと高出力で3秒で速くなる、ね。まあ、これ、ね、低温、中温、高温だね。高温で使った場合、55度の場合、バッテリーが満パンで 6.5 時間使えます。で、50度の場合は9時間。そして低温45度は13時間持つそうです。ね、で、実際にね、この2万ミリアンペアアワーでこれぐらい使えると思うんだけど、実際にはね、保温性が高いので、温まったら切って、で、それ着てるだけであったかいっていうのが現状です。だ、このバッテリーを使い続けるっていうのは本当に表にいる時だね。室内にいる時はもう保温でそんなにずっとつけっぱなしじゃなくてもね、全然持つと思います、ね。まあ、実体験として。はい、で、まあ、ヒーターベースとね、じゃあ今からちょっと開封したいと思いますね。まあ、こんな感じ、放射ゼロね、安心安全ですよ、ね。で、残量がなくなっても普通にあったかいよ。マリアもできるよ。鑑定しませんよ。この洗えるっていうのが最大限の魅力です。ね。はい。で、ここのところでワンタッチで、温度調整もできますよ。で、サイズがいろいろあるんだけど、
今回ゲキラ OG はね、何を選んだかっていうと、この XXL です。これね、一番大きいやつ XXL、 これが届いております。どうしようかなと思ったんだよ、普通の L と XL と XXL とどうしようかなと思ったけど、一応一番大きいのにしてみました。はい、じゃあ開閉します。で、こんな感じ、こんな感じで届きます。でね、ここら辺に、あ、バッテリー入ってるんでね、わかります。はい、じゃあ開閉しまーす。で、こうやってもう見えるように、この電熱ベストのこれね、マニュアルがあります。はい、マニュアルで、これはね、しっかりと日本語のマニュアルになってます。メール、はい、裏も表もちゃんと日本語のマニュアルになってます。バッチリ。はい、じゃあね、中を確認しましょう。よいしょっと。はい、で今ボコーンつってバッテリーが、あー、よいしょ、はい、起こってきました。これは何だ、これは何だろう。あ、大人の事情が2000ね。はい、見なかったことにしよう。そして、よいしょ、はい、これね、バッテリーです。2万ミリアンペアアワーのバッテリーね。もう昔2万ミリアンペアワーっていうと、おじいが持ってるやつ、こんなんでっかい、こうすごいねこれ。あの、最近の2万ミリアンペアワーってそんなにすごいの？おじいが今使ってるこれな、これはどれぐらいだかな。これがね、これがどれぐらい、26,800mAh ね。まあね、これで 26,800mAh です。で、これが 2万mAh なんで、かなり高性能、コンパクトになったってことなんだね。びっくりだね、ほんとね。はい、でもちゃんとここにね、2万って書いてありますね。まあ、2万mAh か、2万mAh っていう名前のバッテリーなのかね、そこはよくわかんないけど、一応ね、あの、2万と書いてある、2万mAh って書いてある、一応。一応書いてあるけどね、そんなに大きいのって思うけどね。はい。で、充電するときは高速充電、タイプ C ね。出力はこのタイプ A になります。で、接続用のケーブル。ね。はい、これついてます。これちょっとね、取りましょう。ね、はい。これね、こうやってついてます。さあ、で、これね、直帰なんだけども、ああ、結構ね、うん。お、ザ、直帰って感じがします。ね。あ、結構薄手だね、思ったよりも。あの、なんていうの、防寒着みたいにこうもっこもっこしてるのかなと思ったけど、いや、ちゃんとほら、ね、インナーで着れる直帰です。これね。あ、これだったらもうおじい、あの、L で全然入ったかもしんないな。おじい結構あの、お腹ね、お腹がすごいから、大きくないと入んねえかなと思ったけど。よいしょ。XXL だけど、L か、ランチでもいけたかもしれない。無理かなまあ一応試してみよう。ね、はい。それで、直帰なので、ここ V 型になってます。ね。で、ここも、こういう形になってるので、肩が動かしやすそうだなっていう感じはします。で、嬉しいね。フロントにポッケがついてます。あ、ここに、このフロントのポッケ、これ、ここにバッテリー、入れなんだね。あ、内側じゃなくて表に入れるんだね、これね。へえ。はい、後ろはね、こんな感じになってます。でね、まあ、ゴワゴワしたね、あの、ものが入ってるような感じはしないね。うん。
あのここら辺にちょっとこう熱線の紙が入ってるって感じだけど、ゴワゴワは全くない。そしてチャックを開けて、はい、このね内側の部分なんだけど、ここがね細かいねチンチラみたいなこう肝になってて、あのなんだっけミニチュアピンシャーに触ってるようなね、あのそういうワンちゃんいるでしょ、こういう毛並みの短いが気持ちいいやつ、そんな感じ、ミニチュアピンシャーみたいなあのこ細かいこうテカテカしてるでしょ、これ非常にあったかいです、ね、で内側にはポケットはないです、ね、はい。じゃあね使うときにこれね、ここに前と後ろのね、これあの温度調整があるんだけど、バッテリーのセットいきましょう。バッテリーのセットはこれね、ちょっと待って、こっちが何になってる？こっち側は、あ、普通のやつ、あ、そうだね。じゃあ充電用のやついらないんで、これそのまんまこれ、はい、入れて、今電源フルに入ってる状態だね。でこれをそのままポケットに忍ばせて、チャックとかないのかな、うん、チャックもないのでそのままスポーンって入れるタイプです。じゃあ着てみましょう。これちょっと大きいから、おじいね、この上からも着れるんじゃないのかな、 XXL だと。これがあの 3L なんだけど、よ、よいしょ、ほら XXL で、あのゲゲゲの鬼太郎のシャンチャックみたいにあの前閉めないでこうやって着ることもできるし、あ、やっぱね表だとあれだね、これちょっと前が、これ、XXL で前はまんないの？マジそんなにお腹出た？嘘。よし。ちょっとね、お腹はまんなかったんで、この間の首までのやつはね、あの余裕のよっちゃんではまったんだけど、ね。あのどっかの制作所じゃないよ。よし、ちょっと、はい、こんな感じでね、インナーとして中に装備して、そしてちょっと、あ、ちょうどぴったんこだね、 XXL のインナーでちょうどぴったり、あのえらいフィットしてるね、おじいのあのサイズ、なんだっけ、あの矯正下着みたいにちょうどこうピタッとこうはまるような感じだね。はい、じゃあね、ここね、ここ前と後ろになってるね、これ長押しすると、はい、赤がついて、これが今ね高温なんです。長押ししてね、今高温で使ってるよってことになります。でどこがあったかいのかなっていうと、今前があったかくなってきて、3秒であったかくなってきたのは後ろの部分かな。かな、後ろの部分かな、後ろかな、うん、よ、はい、こことこことここで後ろもサイコロの5みたいな感じなので、ここがほんのりあったかい。前かな、これ。
これはね、点滅してるってなんだろうね。白、これが中音、これが低音、これが高音で点滅する。あ、今度点滅しないね。ほら、つけっぱなしになったね。これであれかな。ああ、なんかあったかい。でもなんかまた点滅してるような。点滅してない？つけっぱなしになった？ね。今ね、ここがあったかいんだね。あ、ここもなんかほのかに。あ、あったかくなってきた。あったかくなってきた。うんうんうん。来た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 。点滅はなんかのあれなんだね。予備なのかもしれないね。あ、フロントが今ね、あったかくなってきました。確かに、ここと、ここ。で、ここ。後ろは、なんかここら辺まで綺麗な感じ。これ見ると、前だけに見えるけど、ほんとね、この辺ぐらいまで。この辺ぐらいに入ってるような感じ。ここら辺はほのかいなんで、ここだね。ここに入ってる。ここに。うん。ここだ。ね。ここでちょうど肩に来るところ。それでね、これ今、XXL なんだけど、ここやっぱ直気なので、うん。ここがね、こうなってないので、これはね、動きやすい。で、チャックは、ここまでが、ここでこう。ここまでになるので、ここのところは胸元が空いてるので、こうなるので、こういう動きは結構、アクションはしやすいです。これね。うん。もうかなりね、前が高くなってきました。で、これね、中音、低音、高音、トグル操作。で、今度、後ろ。長押しすると、はい。後ろもスイッチがね、オンになります。で、後ろも同じで、はい、中音、低音、高音、トグル操作になります。それで、長押しすると電源がオフになります。使い方はね、ものすごい簡単だね。だ内側は前。で、外側が、背中。って覚えておけば OK だね。はい、こんな感じ。で、まあ、直気で着てて、ここ半袖なんで、ここ寒いです。で、この直気の上に、かなきゃ、スーツ着てる人とかもね、こういうのいいでしょ。おじいもスリーピースはすごい大好きだったんで、よくスリーピース着てたけど。はい。で、ちょっとこう、ずんぐりむっくりになるけども、うん、3L の上着をこう着てみて、あん中に直気つけてるって感じ。で、今ね、あったかいです。ここがあったかい。密着してるところがあったかい。ここもね、あったかい。で、ああ、確かに今包まれて、うん、もうあったかいから、今度暑くなってきたかな、だんだんね。で、肩が、あったかいねーっていう感じがして、あ、背中が来たね。うん。背中のこのあたりが、やっぱこうなって一番密着するから、あったかいね。っていう感じです。うん。まあ、インナーとして使う。あくまでもね。インナーとして。防寒着として使うというよりは、インナーとして、ポカポカ。ね、だ表に出る人、そういう人にこういうのこう向くかな。スーツ着てる仕事とかね、中にだから上着はみんなこれから寒いから着るだろうから、インナーで着て、で、機動性が損なわない、ね、これが長袖だったらすごい大変だし、ね、インナーで着たい人はチューってここまでこうやってきたらね、インナーで着れないでしょ、外になっちゃうのでね。こういう直気っていうのもね、結構ありではないかなと思います。直気、あくまでもね。うん、なんか、トレーナー着て、
トレーナーの上にこれを着て過ごすんだったら、やっぱちょっとこう暖房かかった部屋の方がいいかなって感じはするけどね。うん、まあ、厚めのトレーナーだったらありかな。ね。うん、あんまり、ここら辺がね、長袖でこう肩が回らないと嫌だっていうご年配の方多いと思うけど、おじいは一年中半袖なんでしたわね。うん、こういう直帰タイプだと動きやすくていいなと思いました。ね、はい、そんなわけで今回はこの直帰タイプなんだけど、お値段ね、そうでしょ、気になるのはお値段なんです。一体いくらなのか、もう冒頭から言ってるよね。はい、じゃあ改めてお値段いきたいと思います。せーの、ドキューン。はい、ちょっとね、こう白くなっちゃって見えないでしょ。ね、はい、これね、注文しました。お値段の方は、今、セールで 15% オフで5933円です。これね、露出をこうしてちょっとロックするといけるかな。ね、見えるでしょ。はい、5930円。白がバックだと、レンズってすごく苦手なんだよ、スマホね。はい、5933円。で、今ここにね、1000円オフのクーポンがあるので、ここをチェックしていただくと1000円オフです。で、サイズは SML XL 2XL、 ね、これは 2XL ですね。この5種類から選ぶことができます。で、どのサイズもお値段は同じです。で、1000円引きが適用されると4933円となっております、ね。で、まあ、気が向いた方、あとは先着順だと思うけどね、無夫婦の2000があるので、まあ、それを適用すると、結構ね、無夫婦って感じだと思います。はい、なんだけど、これロック解除すると露出が戻るかな、戻らないかな、ね。はい、そんなわけで今回は4933円の電熱直帰を紹介させていただきました、ね。まあ、ここら辺が動きやすいっていうのが特徴だね。もう今もうすごい暑いぐらいだもん、これだとめっちゃ暑いぐらい、ね。この点滅ってなんだろうね、点滅するのは何なんだろう。ちょっと待って、つけっぱなしじゃないんだね。電源を入れるとガラップが点灯、高温赤点灯から加熱を開始して温まると自動で中央に切り替えます。ああ、そうなんだ。で、スイッチを押すごとにランプの温度が変わりますよっていうことで、そうなんだね。本当だ、あ、変わった、あ、本当だ、あ、本当だ。何も押さないのに自動切り替えスイッチだそうです。へえ。だ、最初はもう程よく熱くなるまでは赤でバーッと温めて、で、温めるだったらもう自動中央になるんだね。最初だけなんだね。そうだね、やけど防止ってことだね、これね。なるほど、おじ知らなかった。はい、そんなわけでね、あとはお好みに調整できますよということで、熱くバッテリーの間ね、消費も、でもさっきさ、ここのところでさ、バッテリーの消費なんだけど、高温で 6.5 時間って書いてあったけど、高温で使ってても温まると自動的にここになるわけだから、実際にはもっと長く使えるってことだね、結局ね。はい、こんな感じです。電熱直帰紹介させていただきました。興味のある方はこの動画の説明欄にあるんでね、またご覧になってみてください。で、ちょっと前にね、首までこうスポッてなるやつも紹介してるのでね、そちらの方も参考にしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。